エースコック、ビーフの旨味が引き立つカレー味焼きそば。揚げ麺に粉末ソースと火薬、調味油がついています。麺は幅2ミリの軽い扁平断面で、表面は少しザラザラしています。軸方向への弾力感があり、あまりしっかりした食感ではありませんが、類いない感じはしません。ソースのせいもあり、あまりべとつかず、さらさらと軽快に食べられる麺です。ソースは焼きそばとしては例外的に上品で繊細です。確かにブイヨンとかコンソメっぽいビーフの旨味がよく出ていて、綺麗に整ってる味です。カレーの刺激や香りは控えめで、この製品の主役ではありません。ウスターソースの香りは全くせず、ジャンキーさがない焼きそばです。具は大量のキャベツと人参です。本来は牛肉が欲しいところですが、中途半端に安っぽいものを入れるとソースの味を壊してしまうでしょう。カップ焼きそばとしては珍しく、クラシック音楽でも聴きながら優雅に食べたいような気分になりました。みんな大好きトントン。